Thank you.
まあ、今日は晴れじゃないんですけども、まあ、暑いライブに私たちしていきたいなと思うので、皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、ところでですね、私たち結局のこと初めて見た方いらっしゃいますか？正直に大丈夫です。結構伝える。ありがとうございます。先ほども言った通り、福岡を拠点に活動しているアイドルグループで、はい、月に2回正規ライブを行ったり、さまざまなイベントに出演させていただいております。そしてメンバーがですね、総勢15名で活動しているんですけども、今日は選抜の9名でやってきました。イエーイ。一人ずつですね、顔と名前を覚えてもらいたいので、簡単に自己紹介していきたいと思います。じゃあミミちゃんから。はい、ミミピョンこと浅田ミミです。よろしくお願いします。I'm not
Yeah.
ておりましてですね、はい、次の正規ライブがあるんですよ。はい、そうなんですよ。次はですね、10月23日に宮本亜美、そして今日は来ていたんですけども、又部愛華の生誕祭があります。イエーイ。生誕祭はですね、もう年に1回しかないからすごく大事だし、初めての方でもすごく楽しめるライブとなっております。はい、そして女性の方がですね、今回からチケット代が1000円よりすごくお得な価格になっておりますので、はいはい、ぜひ皆さん、初めましての方も大歓迎です。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてまだまだキュンキュン情報盛りだくさんなんですけれども、はい、初めて聞く方もいらっしゃったかもしれませんが、私たちなんと来年2017年の3月18日土曜日なんですけれども、天神の方にありますドラムロゴスさん大きい会場にてワンマンライブを決定いたしました。イエーイ。はい、だがしかし、だがしかし、もう私たち今年に入って1月と8月とドラムロゴスで500人以上ワンマンライブを成功したいという気持ちでやってきたんですけれども、やっぱ大寒波の日だったりとかいろいろこう重なりまして達成することができず、今回は3度目の正直ということで、もうこれがラストのチャレンジ、ラストのチャンスだと思っています。はい、でしかもですね、2月末までに450人以上の方に予約をしていただかないと、なんとこのドラムロゴスのワンマンライブは中止になるんです。Thank you.
Yeah.